いつもロペラアウトラインをご覧いただき誠にありがとうございます。今回は2012年モデルアルピナー B6 クーペご紹介させていただきます。まずお車の状態からですが、走行距離は1万キロ走っているお車でございます。目立つ傷、飛び石等一切ございません。大変綺麗な状態を保っているお車でございます。こちらのお車、外装色はアルピンホワイト、インテリアはアイボリーホワイトレザーの組み合わせのお車となっております。アルピナの B6 のモデルとなりますので、フロントのスポイラーの部分ですね、カーボンが使用されております。またフロントのセンターの部分になりますが、こちらのアルピナのマークに関してもカーボンが使用されているお車となっております。ヘッドライト、フォグライトともに LED が採用されておりますので、デザイン性、視認性ともに抜群なお車となっております。エンジンスペックに関しましては 4.4 リッター V8 ツインターボ、馬力は550馬力を誇りますので、アルピナらしいパワフルな走りをお楽しみいただけます。では続きまして、サイドシルエットをご紹介させていただきます。アルミホイールは純正のクラシックデザイン、20インチのアルミホイールが装備されております。大きなアルミホイールではありますが、非常に乗り心地の良いお車となっております。また大型のガラスルーフも装備されておりますので、室内空間非常に広々しているお車です。リアの方ですね、こちらの大型のトランクリットスポイラーとリアディフューザーが装備されております。非常に迫力のあるデザイン設計のお車です。マフラーは純正でアクラオビッチ製のマフラーが装備されておりますので、中低音をお楽しみいただけるお車となっております。またトランクのスペースですが、開けていただきまして、しっかりと容量の方は確保されております。使用感もなく綺麗な状態を保っているお車です。では続きまして、インテリアの方をご紹介させていただきます。シートの方はホワイトのアイボリーレザーとなります。汚れが目立ちやすいシートではありますが、特に目立った傷、汚れ等はございません。エンジンの方かけていきます。はい、エンジン始動も全く問題なしですね。ステアリングですね、こちらクルーズコントロールが装備されております。こちら裏の方ですね、スイッチトロニック装備車となりますので、こちらの方で変速が可能になっております。ナビゲーションは純正のハードディスクのナビゲーションが装備されております。もちろんテレビの方もご視聴いただけますし、バックギア入れていただきますと、バックカメラもしっかりと映るお車となっております。フロント両席ですね、シートヒーターが完備されておりますので、冬場でも暖かいドライブをお楽しみいただけます。ウッドの方はエルムのウッドが使用されておりますので、非常に高級感を感じるインテリアとなっております。こちらシフトの方は8速のオートマチックのシフトになります。横に倒していただきますと、スポーツモードも装備されておりますので、より走りをお楽しみいただけるお車となっております。またシフトの横のこちらのボタンですね、ドライビングパフォーマンスコントロールが装備されております。コンフォートプラス、コンフォート、スポーツ、スポーツプラスモードですね、切り替えの方が可能になっております。一応こちらですね、灰皿はついておりますが、全く使用感はございません。特におタバコの匂い等もいたしませんので、ご安心いただければと思います。では今回は2012年モデルアルピナー B6 クーペをご紹介させていただきました。走行距離1万キロ走っているお車ではありますが、その走行距離、年式を感じさせない非常に状態良好なお車となっております。またアルピナのモデルとなりますので、エクステリアもかっこよく決まっておりますし、インテリアの方も非常に高級感を感じるお車となっております。市場にもなかなか出回らない大変希少なお車でございますので、ぜひともお探しの方、お早めにご検討いただければと思います。よろしくお願いいたします。